はい、皆さんお待たせしました。こんばんは。お疲れ様でーす。今日はちょっとね、立派なちょっと公園を作ろうかなと思っております。まあでもここら辺とかあんまり、そうだね、あんまり公園とかって難しいと思うんで、だからここら辺とかありなんだよね。ここら辺とか、こうガーッとここら辺をこう作りたい。これの作り方、後で丁寧に伝えます。2000か。ここから買えないな。ここから買えないわ。貯めたいんですよ、マイルを。マイルを貯めたい。中島のシンボル、これなんだ。旗か。旗だ、旗だ。旗を作ればいいや。オッケーオッケー。いつも座りにくい、ここ。何？あ、じゃあ、島メロから。島メロも多分、そうでしょ。はい。アミレド、ミレド、ドレミファソーラファミレド。おい。よっしゃ。はい、ヤマハと音楽教室、皆様ぜひね、来てください。あー、しずえちゃんが歌った。で、あとこれ本ダイヤは旗。じゃあこれで。よし、ジャングルジム変えるぞ、これでみんな。はい。おえー。いいっすね。できた。じゃあちょっと本題入るよ。これもうね、マジ簡単っす。まあ俺の場合ですけど、パソコン。めちゃくちゃ説明が下手くそだったので、こちらで改めて説明させていただきます。まず用意するものは、スマホ、そしてパソコンか、もう一台の、スマホを用意してください。片方のスマホには、このアプリをインストールしておいてください。それでは、説明していきたいと思います。まず PC か、こちらのスマホで、ドットへ何かというサイトを開きます。上から説明しますけど、通常モード、動物モードと2項目ありますが、こちらは、動物の森モードを、選択をしておくようにしてください。続きまして画像ファイル、画像ファイルはですね、画像の、貼るところでございます。画像のサイズはできるだけ縦横の長さが等しい画像を選んでください。そして、ドット絵のサイズ。こちらは、マイデザインの、サイズを、こちらね、選択することができます。マイデザイン1枚は32ドットから、最大でマイデザイン4枚、128ドットですね。下に行くごとに大きなマイデザインが作ることができます。そして、左下の、変換を押しますと、このように表示されます。一応見本はあるのですが、まだ荒いなぁと思われているようでしたら、ドット絵のサイズを変更して、また変換をしてください。納得のいくサイズが決まりましたら、下
下の方にですね、QR コードが、それぞれ、出てくると思います。はい、それでは、もう片方のスマホの方に、移りたいと思います。先ほどインストールした、Nintendo Switch Online というアプリを起動させます。ログインできましたら、ゲーム連携サービスの、集まれ動物の森を選択してください。そうしましたら、タヌポータルという風に、出てくると思います。右上のマイデザインを選択してください。そうしましたら、新しい QR コードを読み取るという項目があるので、こちらを選択してください。そうしましたら、撮影モードになりますので、先ほど、もう一つのスマホかパソコンから出ている QR コードを直接、読み込みます。マイレジャーのサイズが、大きい方は複数 QR コードがございますので、それをすべて、読み込まないといけません。読み取れたらこのように出ると思います。はい、こちらを、上書きすると、おそらく出ると思うので、こちらをタッチしてください。はい、それでは、スイッチ本体に戻りましょう。ゲームの中のスマホを開いていただいて、マイデザインを開きます。右下に書いてあるダウンロードという項目がございますので、プラスボタンを押してください。そうしましたら、ダウンロードができると思います。QR コードが、ある枚数分ダウンロードします。同じことを繰り返します。はい、説明は以上となります。ありがとうございました。疲れた。あつ森と PUBG どっちが好きなんですかと言われたら、答えてしまったら気づけてしまうかもしれませんので、発言は控えさせていただきます。